私は八戸工業大学大学院2年の工藤博太郎です。私はこの工業大学でボランティア愛好会に所属しているんですが、そのボランティアの活動の一環といたしまして、八戸の三社大祭に参加させていただいております。この三社大祭で運行する出汁の制作のお手伝いをしているんですが、なぜお手伝いをしようかと思ったかといいますと、あまり八戸の三社大祭についてはよく知らなかったんですが、初めて八戸で夏を過ごしたときに三社大祭の迫力に圧倒されまして、それでぜひとも裏方といいますか制作のお手伝いをしたいなというふうに思ったのがきっかけでした。でその裏方に回ってみますと、出汁のきらびやかさとは本当に対照的に、延々と発泡スチロールを削りましたりとか、あとはその木材の切り出し、絵の具でひたすら材料に色を塗っていくといった地道な作業の連続で、本当に暑い夏の日の作業が多かったので、とてもうんざりしてしまうということもあったんですけれども、やっぱりこう自分たちで作り上げたものが街中を出汁が歩き回るっていうのは非常に達成感を感じるといったところがありまして、毎年続けさせていただいております。本当に八戸三社大祭楽しいお祭りですので、皆さんもぜひお越しください。